あ、俺も。じゃあ2つ。勝さん2つ。はい、わかりました。ああ、そういえば、俺は中学生の頃、生まれて初めてデートした時に、急に姉ちゃん現れたんですよね。え？こんな踊り踊りながら、あら、奇遇ねーって。小さい時はね、よくここから夕日を見てたんだ。